レナード・ジョーンズ・ポテンシャル。レナード・ジョーンズ・ポテンシャルとは、二つの原子間の相互作用、ポテンシャルエネルギーを表す、経験的なモデルの一つである。ポテンシャル曲線を表す式が簡単で、扱いやすいので、分子動力学計算など、様々な分野において使われる。その名は、レナード・ジョーンズにちなむ。レナード・ジョーンズ・ポテンシャルは、 実際のポテンシャル曲線を表現するための簡便な手法であり、少数のパラメータを用いたフィッティングに相当するため厳密ではない。しかし、問題の種類によっては、この方法で十分な場合がかなり多い。レナード・ジョーンズポテンシャルに用いるパラメータは、実験的に求められた第2ビリアル係数、粘性係数、熱伝導率などから推定することができる。 他の原子間の相互作用のモデルポテンシャルとしては等が挙げられる。レナード・ジョーンズポテンシャルフォーミュラ1の一般型は次の式で表される。ここでフォーミュラ3は原子間距離である。フォーミュラ4、フォーミュラ5はフィッティングパラメータ、物理学的な意味は工術で、これと次数 PQ を定めることによってレナード・ジョーンズポテンシャルが1位に決まる。 特に引力項の次数9イコール6、積力項の次数 p イコール12と下をポテンシャルという。ポテンシャルはレナード・ジョーンズ・ポテンシャルの代表例である。以降、ポテンシャルのことをレナード・ジョーンズ・ポテンシャルとして説明する。フォーミュラ7のように簡単な形で書かれることもある。ここで6乗の引力項は2つの原子の間の分散力。 すなわち双極子、双極子間の相互作用によるものである。原子の永久双極子がゼロであっても、短時間を取った場合は電化分布の揺らぎによ、双極子が現れる。この双極子の電状により、もう一方の原子が分極子、有機双極子が生じる。この相互作用ポテンシャルは、原子間距離のマイナス6乗に比例したものとなる。一方、12乗の積力項は、 電子雲の重なりによって反発力が働くためである。指数の12は6乗のちょうど事乗で扱いやすいために選ばれることが多い。反発力の主な機構はパウリの排他率によって低いエネルギーの分子軌道に電子が入れないためである。式よりフォーミュラ4は距離の次元を持ち、フォーミュラ9の時ポテンシャルエネルギーがゼロになることがわかる。これより 粒子間距離が小さい領域は十二乗の強い、積力に支配され、これ以上接近することが稀であることから、フォーミュラ4を衝突直径と呼ぶことがある。また式から、フォーミュラ5は、エネルギーの次元を持ち、ポテンシャルの深さを表している。この二つのフィッティングパラメータフォーミュラ4、フォーミュラ5によって、デナード・ジョーンズポテンシャルが一位に決まる。これらのパラメータは、 粒子、粒子間の相互作用であるため、厳密には特定の物質が持つ物性ではない。理想的には、すべての粒子種の組み合わせ、100を超える原子についてはおよそ5000組、ユナイテッドアトムモデルまで拡張するとさらに増えるに、ついて、そのすべてが実験的事実から検討されることが望ましいが、現実的ではない。そのため、 同種の粒子間力に関するパラメータを実験的に得て、ローレンツ、ベルテロ速を用いるなどして、異種粒子間のパラメータを推算することが一般となっている。ここで原子の相対運動において、各運動量がない、回転による遠心力がないとした場合の平行原子間距離について考察する。式を原子間距離フォーミュラ3で微分すると、 原子間に働く力フォーミュラ15が得られる。式で与えられる平行原子間距離フォーミュラ17においてはフォーミュラ18となるため式を用いると以下の関係が成立する。また式をフォーミュラ3で2回微分してフォーミュラ21を代入すれば正値になるためポテンシャルエネルギーはフォーミュラ17において極小値を取り 安定点であることが確認できる。物質の格子定数は、このフォーミュラ17とよく一致する。次に、フォーミュラ5が、ポテンシャルエネルギーの深さであることを示す。式のフォーミュラ4に式を代入すると、次のようになる。したがって、二原子間の距離が、フォーミュラ21のとき、式は、フォーミュラ28となる。つまり、フォーミュラ29の帰り極限では、 フォーミュラ30であることを用い、0. 振動を無視すれば、フォーミュラ5は2つの原子間の結合エネルギー、帰りエネルギーに相当することがわかる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。